ラインナップが最高だったんだよね。このブラキオ、特にやっぱブラキオサウルスが一番良かったよな。ベビーダイナソーとかさ、ティラノサウルス、ティーレックスもさ、すごいかっこいいけど、あとスピノサウルスな、主人公たちを追いかけ、炎の水辺で暴れる姿を立体化。いや、めっちゃ良かった。しかしね、今回ワールドは、ジュラシックパークじゃなくてワールドもあるからぜひね、レビューしてくださいって言われて、俺ワールド知らなかったの。パークのしか知らなかったんだけど、ワールドも、ラインナップ神だった。もうね、全種コンプしたから、早速まずはラインナップの神。いや、ほんと知らなかった。ワールドあるの、ありがとう、ね、教えてくれた人みんなありがとう。全然知らなかった。全員種類は同じで全員4種類あって、今回ワールドなんだよね。ジュラシックワールドのフィギュアコレクションラインナップ、まずモッサー来たー。もう、超も誰もが知ってる、有名な水中から飛び出す姿、俺の大好きだし、あそこを立体化、もうフィギュア化してサメ付きというね。サメ付き、ジュラシックワールド2015年より、モササウルスが来てて、プテラノドンも来てるんですよ。どうしよう、プテラノドンさ、もう映画見たら、俺めっちゃ怖くなって、俺映画見る、この映画見るのは勝てると思ってたんだよね、ジュラシックワールド2015年。まあ、でかい、でかいよ、確かに。羽広げたらさ、もう最大種、でかいやつで9メートルぐらいになるやつもいるけど、体重がさ、超軽いの、やっぱ飛ぶために軽量化してるから、15キロから20キロぐらいしかないんだぜ、こいつら。もう捕まえて羽振りまして、ビターンじゃん、9メートルあったとしても。でも、あの映画見たら超怖くなったよね。普通にさ、あの映画見てて思ったのさ、俺たち思ってさ、空飛べんのかね。だって、無理じゃない？ 20 キロ、15キロ、20キロの体重で、人間の重さ、まあ、普通の人何キロ、80キロ、90キロぐらいかな？ 90キロぐらいの人をさ、持ってさ、絶対無理じゃない？俺ちょうど今、体重130キロぐらいだけどさ、130キロと20キロだよ。絶対無理じゃない？でも、映画見てたら、すぐ持ち上げてぶん回してさ、空中でぶん回して食ってたよね。いや、あれ見たら超怖くなって。ただ、くちばしは怖いね、確かにね。すごい尖ってた。目の前にいた。あれでつつかれたらかなりきつい。平井先生と立体化。複数集めてベースを並べれば、群れを再現で、ここ注目だよね。群れ再現したいな、欲しいな。台座をこう、くっつけられるっていうか、なんつうの、まあ、ただ置くだけかな。で、もちろんね、ティラノもいないと始まんないからね、ティラノサウルス、ティーレックスもいるわけですよ。ジュラシックワールド炎の王国よりティラノサウルス、噴火した火山のふもとで、方向素姿と、うわーって立体化ということで。いやー、この3つだけでやばいでしょ。そして、最後、トゥル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 、インドラプト、主人公たちを建物の上まで追い詰めた姿を立体化。もうこれ落ちる寸前のとこだよね。バリーンって下に落ちてって、もう最後のシーンで、ラストシーンを立体、炎の王国へ。いや、スティッキーもいたら最高だったんだろう、炎の王国。スティッキーね、やっぱね、檻からさ、ね、逃げる。ドカーンって、くる、ちょっとくるくるするの可愛いんだよね、あいつ。スティッキー俺めっちゃ好きだよ、あいつ。でも、続きの威力やばいよな。あんな柵ぶっ壊すんだから、もしかわすの失敗して潰されてたら終わってたよね。よくかわすよな。その勇気もすごい。で、この4種類、一番最初やっぱモッサーから見る。モッサー、もう全身コンプしたから、ドゥルッドゥルルー。うわー、モッササウルスですよ。この迫力やばくね？いや、モッサー、いや、これもう一回欲しいな、モッサー。すげーわー、このかっこよさ。シャリオーポー、これだけのザバーと迫力があってやばいでさ、口がガバーって開くんだぜ。じゃーん、すげー、もう怖すぎるわ、これ。こういう、うわ、ザバー、上から、真上から見るとこんな感じ。すごいね、ザバーって、ガボン。そう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 。あとね、サメちゃんがね、付属、ちっちゃい。サメちゃんが付属、サメがすげーちっちゃい感じ、ほら。サメなんて丸飲みじゃないか。ガバー、こう、吊るされて、餌でこう、吊るされててね、ザバーって来て、バクって、ちょうどうまい具合にこう、切ってね、飲み込んでたよね。ガバー、うおー、すげー。サメを丸飲みですよ、もうほぼ丸飲みっていう。モッササウルスのデカさが伝わってくる。いや、モッサ多分ね、俺今の海でも生き残ってると思うね、どっかで。すげえ深海で、まだ全然見れてないじゃん、海のね。海なんてほぼ未知じゃん。どっかにいそうだよね、これバケモンがな。あと、海底人とかもいそうな気がするんだよね、俺ね、海底人。地底人とかもな、ワンチャンいるかもしんないよね。
バンホーさんみたいな、バンホーさんみたいな地底人が、よし、これでディスプレイするか。これはかっこいいぞ、このディスプレイ。これが、ジュラシックワールド。2015年よりね、水中から飛び立つ姿を立体化と。2015年。いやー、かっこいいな、マジで。たまらんね、このかっこよさ、モササウルス。やっぱ、でかいやつって迫力があるからね。ちっちゃくしてもさ、そのでかい、でか、元のでかさ分かってるから、迫力がめちゃめちゃ伝わってくる。サメもあるしね、比べられる。対象の、比べる対象のサメもあるし。そしてお次が問題のプテラノドンなんだよな。確かにでかいんだよな。こっからここまで最大値が9メートルぐらいあるってことは、でも体重が軽いからどうしてもね、掴んでぶん回してさ、こう、ビターンって勝てる気しない。プテラノドンは。プテラドン勝てそうな気がするんだよな。これって、あれでしょ、棒でしょ、こんな弱くて大丈夫、すげえふにゃふにゃしてんだけど。ふにゃふにゃしてんけど、ちゃんと支えられんのかな。プテラドンにまだ設定、あ、逆かな、なんかすごいガバ、ガバするな。こっちかな、あ、こっちかな。あ、一応ね、向きあるかもしれない。ガバガバする方は下だな。こっちがプテラドンか。おー、シュイヤー、飛んでるねー。プテラノドンが飛んでるよ。ああ、そういうことか。これすげえ。あのね、今気づいたんだけど、穴がたくさん開いてる。どこに刺してもいいってことか。あ、だから棒やばくなってるのかも、ちょっと。二つとか三つとか、これ同じさ、台に刺していいんじゃねえかな。で、ちょっと邪魔になる、ちょっとずれてねって感じで、こうずらして、ここに刺したりとか。で、もっとこっちずれてねって、こうかして、こう、同じ台で刺してもいいのかな。どこに刺してもいいんだと思う、これ。うわー、すごいね。自由度があるね。初めてだわ、こんなの。すごい柔らかい棒も初めてだったし。面白い。あ、飛ぶプテラノドン。ちゃんと置けるかな。台座は軽いから、この下の台の部分は軽いから倒れちゃうかもしれないけどね。あ、じゃあこっち向きにすればいいのかな。こっち向きだと多分大丈夫だな。こっち向きだとちゃんと立ってくれると思うな。素晴らしい、プテラノドン。かっこいいね。飛んでる姿をこうディスプレイできるっていうのが、すごくいいな。おー、かっこいいじゃん、プテラノドン。映画で見たら怖かったけどな。あんな、あれに襲われたくないわ。あんな感じで襲われるのすげえ嫌だよな。あれ、掴んでビターンってできないのかな。でも映画見てる限りじゃできる余裕なさそうだったよね。すげえすげえ、いい感じ。超こう、斜めになってるのもいいね。モザサウルスとプテラノドン。かっこいいじゃん。プテラノドン特に良かったな。意外に良かったかもしんね。で、次。T-Rex。プテラノドンの次にこう来ちゃったよ。王者覇者ティラノサウルス。うわー、あっ、これカルノタウルスじゃねえか、多分。か、お、カルノタウルスだわ。すげえ、絶対これカルノタウルスじゃねえか。カルノタウルスやられてたもんね。え、待って、なんかふにゃふにゃしてんな。大丈夫か、こういう感じで設定。待って、こうで合ってる。もうちょっとこっちにカルノタ、あ、この辺でいいかな。できたー、できたぞ。で、後ろに火山がバーンってこうね、噴火してるところをイメージすれば、ギューンってね。で、これにハムスターボール、こっち、あ、この辺だったっけ、ハムスターボールがあってね。あれ乗ってみたいよね、どうでもいいけど。あのハムスターボール乗ってみて、カルノタウルスが、こいつ一撃でやられてたもんな。途中から来たこのティラノイスはやっぱ王者だよね。王者。あ、こういう武器、あ、こうだな。こういう武器だったっけ、こっちが、あ、こうだわ、たったぶん。こっちに火山がバーンってこう、ね。なってるのは、後ろで噴火してね、この辺に、いて、ボール、ハムサーボールがいてね、で、池雲を、いきなり来て倒した後はさ、人神だったよな、ガラーッ、ガラー、あんなに強かったら暴れ回ってたのね、それを人神で人々で、そこ去ってったよね、だって、すげえ強い、さすがティラノだよな、カルノタウルスも再現されてるの面白いわ、やられた。まあ、こんなちっちゃくなかった気がするけど、もうちょっとでかくなかったっけ、映画だとね。いや、でも、こんな感じか。あ、でも、もうちょっとでかいよ。やっぱ、これだと丸飲みされるもんな。もうちょっとでかかったと思うけど。首がガーッ、ジュードーン、強かったよなー、ティラノ。かっこよかったよなー。後ろの方向とともに火山が噴火するのも良かったよね。あの演出最高だったわ。ジュラシックパークとワールドの。いやー、ほんとありがとう、ワールドを教えてくれた人みんな。本当にありがとう。全然知らなかった。逃すとこだったわ。ワールド、こんな最高なガチャをね。で、次、エンドラプト。いや、来ちゃったね、エンドラプトね。こいつ、すごい強かったよな、ほんと。まあ、いろんなさ、生物のさ、能力持ってるからさ、まあ、強いっちゃ当然、うわぁ。デザインもなんかいいよね、なんかシュッとしてて。
あのモンスターズインクのあいつみたいじゃん。なんて言ったっけあいつ。紫のステルス迷彩のやつ。なんて言ったっけあいつ。あのなんだっけあいつ紫のさ、あれ名前忘れちゃった。ご尊顔フェイスがす、あー作り込まれてるねちゃんとね。あと全身のこの黒光りしてるボディもすごくいいわ。かっこいいなー、インドラプトル。すげえ、あ、めちゃ頭も良かった。そう、頭良かったよね。今思い出した、この牙見て思い出したけどさ、あの牙抜こうとしたおっさんね、あの死んだふりみたいにしてさ、あ、麻酔効いたふりしてたのか。で、いきなりこう起きてね。よくこの化け物の牙抜こうとするわ、あのおっさん。もう無理だろ、これ。麻酔効いてるとね、近づき効いたくねえよな。めちゃめちゃ怖くない、この化け物。いや、死んでるんだったらちょっと近づいて触ってみたいって気持ちもあるけどね。ちょ、麻酔を信用できるよ。で、足のここ、あ、ここにセッティングするのかな。いや、インドラプトルすげえ。もうガチャで来てたんだな。あ、こっち向きか。こうだな、インドラプトル。多分こうだわ。こっち向きだ。ごめん、間違った。すごいすごいすごい。再現されてるわ。あの映画のもうラストシーンだよな。ラストのもう最後バリーンと落ちていく。ちょっと前って感じがしない。うわ、インドラプトルかっこいい。これあれやだわ。最後にふさわしかったね。これがインドラプトル。ガチャの、あ、ここ前にもある。あ、ないよね。これ乗せてるだけで、ね。間違いなくこれ第2弾出るな。うん。ジョシックパークの方も、ワールドの方も、出るから。いやー、もう絶対逃さないようにしないとな。ティラノ、いやー、どれなん、プテラノ、どんどん前に落ちてきたわ。雨で墜落する。やばいやばい。ちょっと直さないとな、向きない。で、モス、いや、モスさんもいいシーン切り取ってんだよな。あと、インドラプトルのさ、ランドールか。ランドールじゃないか。ランドールだ、多分。あの紫のやつ。あ、なんかちょっとあいつっぽくない?ランドール、ちょ、悪い感じがして。あいつ悪い感じしてたもんな。ランドール。多分、あ、そのランドールだ、多分。思い出した。ランドール、でもモス、いやでもやっぱね、ちょ、角の噴火が見える。このティラノサウルス。暴れ回したカルノタウルスを一撃仕留めて去っていくっていう王者の風格を感じたシーンだからな。まあ、ここいいかな。やっぱ方向のともに火山がさ、バーンってなるシーンだから、そう好きだよな。かっこいいわ。ちょ、これ今回ナンバーワンからティラノサウルス。いやーよかったわ。前回のと合わせてさ、すごくいいコレクションになったら、まあ、全部合わせてやっぱナンバーブラキオだけどね。これやっぱここのね、とんでもなくでけえんだもん、こいつ。結構序盤のシーンだよね。しかもね、うおーみたいな、こんなでけえのみたいな、あそこのシーンがちょっと忘れられないから、やっぱこれが今のところナンバーワンで突き刺さってるけど、ブラキオでかすぎんだもん。だってこんなでかさ反則だよな、生物としてかっこよすぎるだろう。ということで今回はジュラシックワールドの方ね、パークに続いてワールドの方のガチャのね、回復レビュー動画でした。みんなもぜひゲットして。やばいわこれ、モンスターもいるしね。サメ食ってるモンスター。で、襲ってくるプテラノのね、方向のティラノサウルス。で、インドラプトルであると。うわー、すごいすごい。めちゃなんか、これ、早く第2弾、第3弾欲しいな。いろんなとこまだ切り取ってほしいとこたくさんあるからさ、どんどん出してほしいね。それではでは、まだ違い、第2弾のね、開封レビュー動画でお会いしましょう。ジュラシックワールドガチャの、全4種でした。みんなどれが一番良かった今回のやつ。やっぱティラノかね、俺ね、モンスターが争うと思うんだよね。切り取られているシーンとしては、すごくいいなと思って。インドラプトルとかプテラノドもね、まあ、でも最高の出来なんだけど、全部同じぐらい出来は最高なんだけど、あとシーン、どこのシーンかだよね。自分の映画の好きなシーンを切り取ってくれてるのかっていうところだと思うから、まああとは好みに分かれるかなということでね。いやー、次回のも楽しみだな。それではでは全員集合バイバイであると。素晴らしいね。今、スピノサウルスも前回のでゲットできてるのがすごい嬉しいけど、いやー、ティラノサウルスダブルでゲットできて、ね、今回のティラノ、前回のティラノダブルでゲットできたの嬉しいし、ブラキーもいるしね。これはたまらんわ。早く第2弾、もう早く、もう、今月出してほしいね。めちゃめちゃ楽しみだ。次どこのシーン切り取ってくれるのか。